声を活かしてこれはもう稼ぐしかないでしょ。埼玉県から参加しました茅ヶ崎と申します。職業は、イベント系の接客業です。お客様が私の声を聞いてどう思っているのかが気になっていたから、地声が結構大きいからなんかお客様がびっくりして結構えみたいな反応されることがあって、どうにか した方がいいのかなと思ったのがありますね。なるべく大きな声で店の BGM に負けないように喋ってくださいって言われてたので、まあそう言われたなら大きくていいんだろうなと思って声を出しちゃうと、逆にお客様は結構近くにいるのですごくびっくりされちゃうみたいです。自然とこう強く出していってしまって途中でこう喉がビッてなんか切れるような感覚があって声が出なくなることがまあたびたびありましたね。昔合唱部だったので発声練習自体はしてたんですけど、いわゆる一般的に言われている腹式呼吸だとか、そういう口の開け方だとか表情がどうだとか、そういうところ、まあ、世間一般で言われている いわゆる発声法をこう言われるだけだったので、あなたはここに力が入りすぎているからこういうふうにした方がいいとか、そういうのはやっぱりなかったので、考えすぎて喋ってたのかなと思いましたね。体に力が入っちゃうっていうのもそうだし、じゃあそれをやめるためにどうすればいいのか、どこを意識してここをああしてあれをそうしてみたいなことを考えすぎちゃうと、やっぱり力がまた抜けてるけど抜けきれない。かなり改善はされてきてると思います。そうですね、仕事でお客さんに近づいてもびっくりされるようなことはもうほぼないですね。自分でもなんとなく思ってたんですけど、キンキンするんですよね。ハウリングするぐらいだから。うるさい声って感じだったのかなって思いますね、やっぱり。いやスピリチュアルコーディネートの方でも結構心のブロックとかやってたんですけど、本当にやりたいこととか本当はどうしたいのかとか、そういうの全部その自分でも気がつかないうちに押し込めてたから、アトラクティブボイスで鳴宮先生に話を聞いてもらう機会があったから、そういう、メンタルブロックを壊す少し強いきっかけが得られたのかなって。自分を好きになりたい人はやってみたらいいと思う。自分の字は昔嫌いだったけど今は好きだし、自分の描く絵も昔はちょっとコンプレックスあったけど今は結構自分の描く絵が好きだし、アトラクティブボイスで声から自分を好きになっていくっていうのはもうありだと思うので、言えば進むんだなって、なんか困ってる時にちょろっとでもこう言うと何がしか反応が返ってきて、それがなんかこう月並みな言葉で言えば一人じゃないんだなって、助けてって言える人間じゃないと自分に助けを求めてきてくれた人と本当の意味で向き合うことは難しいのかなってちょっと思います。
心のブロックってこうやって向き合うんだなって分かったのはやっぱり大きかったと思いますね。